アラバガロセラはい、久々の一人画角。今日は何するの？今日はね、今日はこちらをやりたいと思います。超超超超超超大盛りペタマックス辛味噌ラーメン。絶対に一人では食べないでくださいって書いてあるんだよね、これが。絶対に一人で食べないでください。これね、負けず嫌いの人ならわかると思う。食べとうなる。昔ね、幼き頃にね、一人で激辛ペヤング食ったことがあるんだよね。食べれなかった、それは。でもその時はまだ俺は未熟者だった。でも今回は大人で、アットマーカーのメンバー、これちなみにね、こちらなんと4197キロカロリー。やばくない？めちゃめちゃやばくない？今日はね、これをやっていこうと思うんだよね。誰がやるのって言ったら、もうね、そんなのね、これ決まってるよね。俺しかないよね。俺がやるしかない。ということでね、今回はこの超超超超超超大盛りペタマックスペヤング焼きそばを一人で食べていこうっていうことなんで、早速開封してみたいと思います。今回はね、説明書とかもあるからね、大丈夫。やばくない？ラーメンよ、ラーメン。え、これってもしかしてラーメン？え、辛味噌ラーメンって書いてあるよ。待って、これラーメン。これラーメンだ、みんな。ラーメン、焼きそばじゃない。めちゃくちゃ騙された。ラーメン、めっちゃ騙されたんだけど。だって、まあそうだよね、考えてみれば、ここにね、何、重いんだよ。ここにね、あの湯切りのやつがない。ラーメンだ。マジでこれ、俺ペヤングかと思ったんだけど、ラーメンだ。火薬が2個入ってるね、これ。スープと火薬2つ。で、このスープはぬるぬるしてる。落ちるなって、落ちるな。そんなに興奮しないでください。このペヤング1個分が4つ入ってるラーメンの超細麺。うわ、うまいのかなこれ。なんかペヤングだから買ったのに。行こうかね。お湯がね、これなんとね、2200ml 以上必要なの。ちょっと入れるね。テレテテ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 テ。え、待って、次元、これ絶対火薬先入れだべ。硬いもん。やばい。だ、めちゃくちゃ私食欲あるよ、僕食欲あるよっていう人は、ぜひこのラーメンを食べていただけたら不幸中です。どんぐらい大きいかと申しますと、 iPhone の11が1、2、3、4、5、6個ぐらいかな。まあ一番簡単に言うと普通のペヤング4つ分。最初からそれ言えよな。で、俺ね、ラーメン猫舌だから食べれないのよ、急いで。え、俺これ食べれる気しない。だって俺、ペヤングだと思って簡単なの。詐欺じゃないこれ。ペヤングのこのサイズなんですよ。絶対にさ、焼きそばだと思うじゃん。なのにさ、ラーメンだよ。やば、食べなくち。はい、全部外れた。一個しか投げてません。全部って何ですか。やっていくわ。ベリベリ。見て、この偏り、右半分に具が全部、左には何もない。ということで、左側にスープをかけていこう。これをね、食べていこう。まあね、感想も聞きたいよね。大食いな女の子とかもさ、いるじゃん。男の子より食べるよって。でもやっぱ、いっぱい食べる君が好きってね。やばい、これは。とりあえず混ざったのかな、これ。まずはラーメンとスープからっていうもんね。
ただきます。名前つけれるこれ。あのね、可もなく不可もなくラーメン、チキンラーメンの味噌味。なんでこんなスラスラ食べれるかって、さっき沸騰してから5分ぐらい火止めてたんだよ。ぬるくなってんの。ぬるいの。ジュシュンシュンシュンジュシュンジュシュンシュンシュンジュシュン。で、今5時なんだよね。こっから何分食べるかちょっと測っていこうと思うんかな。よろしいかな。よーいスタート。答えなんて聞かないよ。いけまーす。食べまーす。いただきまーす。これね、勢いよ。でもね、辛い。ちょっと辛い。でもラーメン好きなんだよね。うん、口内が痛い。あ、でも普通に美味しいわ。俺の今まで食ってきたカップラーメンの中で堂々の24位ぐらい。こちらに入っているのがチャーシュー。だがしかしバット、絶対これチャーシューじゃないよね。20分以内には食い終わりたい。できれば10分。大丈夫、セーターならいける。うわ、やばい、これやばい。俺らさ、頭からさ、大喜利の企画やろうぜって言ったことがあったんだよ。無理だと思うんだよね。無理だと思うんだよね。俺が聞けるんじゃなかったな。噛んじゃったな。ラーメン、ラーメン、ラーメン。これ出しちゃダメだよ、ペヤングさん。出しちゃダメ。だってこれ一人で食べたら伸びるもん、麺が。絶対に一人では食べないでくださいって書いてあるんだよね、これが。減らないもん。絶対に一人では食べないでくださいって書いてあるんだよね、これが。ダメだよ、これは。よくないよ、こういうことすんの。なんなんだろうね、あの空腹の時のさ、いやマジでめっちゃ食えるよとか言われた、あの感じ。マジで今ならめっちゃ食える。俺らのメンバーにも言うんだよね。めっちゃ食えるよ、誰よりかも食えるよ。やばいよ、爪楊枝こうやって加えるやつがいるんですよ。これ一番やだ。ラーメン屋あるある、落ちてぬるぬる。使ってみんな、落ちてぬるぬる。いや、ここはね、男たるもの、見て、まただった。二度あることは三度あるっていうからね。それか、三度目の掃除機。掃除機って何？めっちゃずるいやん。この中に、一人で食べないでくださいって言ってるラーメンを一人で食べようとしてるやついる？わかめだけ食べてるやついる？いねえよな。食えるぞ。あ、あるあるね、これ。箸に汁がつかちゃう。これ使っていいよ。なんかレンゲなくてもいけんじゃないかなって思い始めてきた。え、ちょっと一回動画気にせず食べるわ。めちゃくちゃガツで、ガツで、ガツで、ガツで。一つ言うね、一つ言う。この世の中で一番の調味料って空腹だと思うね。空腹じゃなくなる瞬間にどんなに美味しいものも食べれなくなるぜ。今度検証します。みんな分かった？これティッシュにレンゲを巻いて、レンゲのこの甲の部分で鼻水を拭くっていう高等技術、これ取得するのに5年かかった。あー、よかった。ちょっといて、ちょっと必殺技使うね。生徒の必殺技持ってきました。これね、こうやって、おい、こちらをこうするでしょ。おい、見て、
見て、触んない、やばっ。お腹いっぱい時に焼肉とかさ、肉食べれないけど野菜食べれるとかないこれ。ちなみに多分今半分ちょっと手前、まあ、要するに今言い方変えたけど半分も食べてねってことは、セーター一人じゃ無理です。見た今の高等技術、高等技術見た今の。見ました、もう一度やりますよ。こう大量に持ちね、定めます。そしてこちらセーター奥義、超大量に食う一本。無理、皆さんわかりました。今度から一人でこういうことしないようにします。だがしかし、わっと今回はそんな弱気なことを言ってたらダメなんじゃねえかってね思ったんですよ。だからせめてこのペヤングの、でもねこれペヤングはいけないと思いません、みんな。だってさ、ペヤングって聞いたらみんな何想像する？まさかラーメンだと思わないでしょ、レジの前に並んでて。だからまさかのラーメンですよ。はい、これよくあるあるね、よくあるある、ラーメン屋あるある、箸片方だけ床落ちる。明日がある、さすがある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと、いつかきっと。